次に小林信明さん送風会の小林でございます通告に基づ,き基づきまして質問をいたします 宮津市では平成10年に住みよいちづくりのためにとして用途指定を行っている当時は京都縦貫自動車道、新阪松原線の都市計画道路、公共下水道などの事業が展開されており交通・生活環境の変化が生じるとしているまた丹後リゾート構想の事業化により自然との共生を図りながら開発を促進されるものと予測し これらの要因からいろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在していく恐それがあり、その結果、騒音、日照妨害等により生活環境が悪化す,悪化するばかりでなく、生産、交通、レクレーション等の都市機能が混乱することが懸念されるとしている。このようなことが起こらないように、市街化が予想される区域を、 含めた地域において建物を建てる場合に、ま、守るべき最低限のルールである用途地域の指定を行い良好な市街化環境を形成する,するとともに機能的な都市活動を確保するとして日置地域、府中地域、文書地域、宮津地域に第一種低層住居専用地域 1> 第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の7種類の要庁地域を定めている、平成4年に作られた第4次総合計画においては、目標人口の,あ目標人口の定住人口3万人、 10年後の平成13年に作られた第5次総合計画では、目標人口の定住人口、人口は2万4千人、現在においては2万人を切っている。平成22年の宮津ビジョンの人口推移においては、今後20年間でさらに4割減少するとしている。人口減少から見ても、今後、開発が促進され、 いろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在するような恐れなど人口水移からもない、また丹後リ,リゾート構想も構想だけで広域公園ができただけで終わっており、宮津地域の開発が何ら促進する気配もない、宮津市は市全体が都市計画域という大きな網を地域にかけている。 それをさらに6つのな開発がされるとして、一部の地域に用途地域指定が定め,定められている。用途地域の指定においての説明会では、5年をめどに用途の変更も可能だとの説明を受けたと聞くが、指定されてから15年が経過する。 市においては現在、自立循環,循環型経済構造への転換ということを目標に挙げて、事業展開がなされているが、地域の再生において、用途地域の指定は足かせになるのではないか、見直しはされないのか、お伺い、質問を終わります。 坂根建設室長私から小林議員の用途地域の姿勢についてのご質問にお答えをいたします用途地域は良好な市街地環境の形成や住居系商業系工業系の建物の適正配置による 機能的な都市活動の確保を目的とした都市計画であり建築物の用途や形態の制限に関わる土地利用における根幹的な制度でございます議員ご指摘の用途地域の見直しについてでございますが基本的な考え方としまして この用途地域はあるべき都市の将来像に対応した長期的安定的な枠組みとして定めるものであり、京都府が概ね5年ごとに実施している都市計画基礎調査の結果により、土地利用の状況が用途地域指定当時と乖離していたり、目指すべき都市の将来像に変更が生じた場合には、都市の健全な発展に資するよう見直しを検討するものでございます。 具体的には工場跡地などでの住宅団地の形成といった一段の土地利用の転換やある地域を工業団地として整備するなどの大規模なプロジェクトの展開など従来想定されていた用途以外の建築物が相当程度かつ広範囲に立地する場合でありまして 本市においては、現在のところ、こういったことが生じていないことから、用途地域の見直しは行っていない状況でございます。一方で、本市の再生のためには、海、里、山の地域資源を活用した自立循環型経済社会構造への転換を目指して、観光による経済力の向上や、新産業の創出、また、雇用の場の確保など、さまざまな取り組みを進めていかなければなりません。 こうした中で、本市では、用途地域などの都市計画の変更について、平成19年度に、土地の所有者などの皆さんが、現行の用途地域の変更について提案できる、宮津市都市計画提案制度を創設したところでございまして、土地利用の規模や、地域住民の、地域住民のコンセンサス形成など、一定の要件を満たす必要がございますが、 用途地域の変更も京都府の同意も得る中で可能でございます。以上ご理解賜りますようお願い申し上げ答弁とさせていただきます。小林信明さん、え、まあ答弁いただきました。あの、まあ平成19年の 提案制度というのは、私もちょっと知らなかったのですけどその辺を少し詳しく教えていただけますか、それからです、ね、で要は地域によっては、まあ、先ほどの島田議員の中でもあったんですけれども、えーまあ、宮津地域全体が、まあ、都市計画法という大きな区域に入っていると、まあ、それと、まあ、自然公園本格化ですね、それから、まあ、用途指定とか、まあ、景観条例関係とか、えー、と文化的景観というか、この大きな 地域によっっては雨がかかっているで今あの、市長の方が進められている自立循環型経済という格好の中で、一定仮にですよね、えー、と府中地区の、まあ、一番きつい、えー、と第一層低層住居専用地域というのがありますけども、その地域においては、ぺ、え、い、ー、率、まあ、これあの、敷地面積に対して、まあ、建築面積ですね、それが50%。 それから容積率ですね、まあ80％。これは容積率というのは、まあご存知のようにあの敷地面積に対して要は延べ床面積の値という括弧ですね。それがまああの今言いましたように80％。まあ通常の地域であったらですね、正直えっ、ー、とまあ建ぺい率自体がえっ、ー、と6えっ、ー、と70、それから容積率が200と。 いううの整理になってきてきると思うんですよねだからその特定地域だけについてはそのように対して建物に対して大きな規制がかかってきてる。ということはあの正直、えー、と市術循環型の今まあ市長を進められてる中で6次産業という格好で、まあ、地域でできたものを地域の中で一定の加工の整理してあの一定の利益を得るというような整理をしていく中においても。 正直言ったら、えー、と原動力という、まあ、その建物を建てて動かす、言うたら原動力いりますよね、モーター自体。要は、えー、とこの地域、まあ、今言ったような地域においては、要はそれの、えー、と原動力の制限もされてきていると、要は一定規模のものはできない、それから要は言うように、工場関係についても出てこれない、正直、まああのー、今、ハ、え、ミ、ー、の方でやっておられる、まあ、竹の ですね、仮にこの府中地域でというような話お話がある場合これはできないというような大きな制限が加えられてきている。でまああ,のあくまでも5年ごとの見直しとかいうようなことを言われましたけどもあの人口推移から先ほども言わせていただいたんですけど今後の要は開発的なめどがない中でこの地域自体に一定の規制をかけてきているというのは もうあのやっぱりあの提案制度という過去で言われましたけど、これ、住民の方自体がその、要は土地自体にそういう網がかかっているという事態もきっちり分かってないんじゃないかなというふうに思うんです、まあ、この辺はもう少しあの広報的にも言っていただくということも必要なんじゃないかなというふうに思います。それからですねあのとりあえずこのようなあの たくさんの網がかかっている中で、当然、要はあのその地域の地下にも影響してくるというふうに思うんですけども、これ、固定サンデーの整理の中でこの、要は今言うた網掛けによっての,あの一定の、要は減免みたいな、まああの、午前中、星野議員の中でもあったんですけども、えー、と土砂、えー、と災害、特別区域、それについては一定、土地についての減免措置が。 取られるというふうに思っているんですけど、まあ、その辺の整理もされるのかどうかという辺を教えていただけますか。坂根建設市長えっとまず、あのご答弁と申し上げました、その提案制度でございます。 でもうちょっと詳しくということです、でまあ、あの都市計画法が、えー、15年の1月ですか、改正をされましたで、まあ、行政の方が規制ということばかりでなく、都市計画、まちづくりにおいても、えー、住民と一緒になって、その計画づくりを。 ということで、えー、住民の方から、まちづくりの提案をいただく、まち、あ、づくりというのが都市計画でございますけれども、都市計画の提案をいただいて、一緒になって、えー、都市計画まちづくりをやっていきましょうという制度でございます。でこれを私ども19年に、まああのー、その 条文整理をしまして、えー、取り入れをさせていただきました。で、要はあの申し上げましたのがその変更というまあ議員さん用途地域の変更ということで申し出されたんですけれども、一定共同さんの最終同意をいただく中で変更は基準が5ヘクタール以上と。 まあ、一段の大きな都市計画ですので用途基準がございますでこの提案制度は0.5ヘクターという要件が一つありますからもう一つが、えー、その土地の所有者について3分の2以上の同意を得ることそして、えー、もう一つが要は 都市計画の基準に当然ですけれども、適合しておること、この3つをクリアする中で、提案をいただきますれば、私どもの都市計画審議会で決定をさせていただいて、京都府の方へ同意を得ると。 いいうようよな形であのさせていただきますで提案の,その概要、都市計画もいろいろとあるんですけれども、その区域の変更とか、方針とか、それ以外の部分については、この用途地域もそうでございますし、地区計画もそうでございますし、あの可能ということです、で事案としましては、えー、過去1件、私どもあ,のありますで、まああの、3点目のご質問でありましたが、広報関係、十分できてないやないか かととということだと思いますでまあ,網を,あの網を張ったという部分も今そうなんだということなんですけれどもあの実際本当に建築をするなりすればあの当然私どもにも協議がありますし。 から京都さん特定行政庁あの建築主人のところにもありますし、えー、からまあ NPO 法人あたりもありますんで、まあそれはその行為を起こされる方は当然、あの与党地域のことは分かっ知っておられるんですけれども、えー、この提案制度も含めて、まあ、今後、あの与党、用途をこの地域は張ってますよというようなことは、まあ再度、あのホームページ等も通じて。あのー 候補はさせていただきたいと思います。このような形でえー、宮津市はまちづくりやっていっておるんだということで、ここはさせていただきますから、もう一つ。そのまあ。1番、えー、厳しいまあ、用途12種類ある中の私どもが、えー 適用させては話していただいておるのが7種類ということですで一番おっしゃってもらった厳しいのがその第1種の低層住宅専用地域ということでこれが、まあ、あの府中の,その一番山裾の部分、まあ、大垣地区とかの部分ですを貼らしていただいております。で、 要はこれがまあ足かせになるというようなお話だったと思いますでまあ今この地域本当にそのどう,うですか先ほどもあの島田議員の方からありましたように景観というような部分でもう本当に「府中は接種の町づくり」というようなことで頑張ってやってもらっておりますでその「天平の弧動から「三つの道を」というような形で で、その山のその部分を本当にその低層で、守ってもらっとる。いう部分で、あの、まあ、この用途。は、どう,いうんですか。うまいこと、あの、今の動きとはマッチ、マッチしておるんかなというふうには私ども思っております。で、そんな中で、えー、どう,うですか。個々の、その、部分、発動、原動機の、まあ。 その部分でなんかご商売をされておられる方とかいう部分のお話だったと思います、で要は一定の建築基準、えー、おっしゃってもらいましたように、そのぺい率とか容積率とかもあります、から、えー、原動機あたりも1.2、0.75キロワット以下のものしかだめだよというような制限もあります。ただこの用途地域 につきましては、そのては、これは大銀さん、ご承知いただいておると思っておりますけれども、その既存不適格という、まあ、緩和制度というのがあの適用されておるということです。で要はあの、既存不適格というのは、まあ、用途はらあの、指定をさせてもらったときに、その不適格な部分が、まあ、ある建物について、 要は、その建物を殴られるときに直しまったら結構ですというのがまあ普通だと思っております、ただ、この用途地域については、新築はだめですけれども、増築、それから改築、この場合は、の今の新しく基準には合致してなくても結構ですと。 でいうまあ、緩和の措置がなされておるということですで増築あの、ちょっと詳しく申し上げますと、増築については1.2倍まではその可能だということです、よって、その原動機については0.75キロワットの1.2倍ですので、えーえー、1点、すみません、1かける2倍と、1.2倍ということまでは可能だということです。から 改築はあの、今、その要請率、憲兵率、あの、満たし、基準に満たしなくても、その場で改築をされれば、今までのままで大丈夫だと。 いうことで、えー、用途地域には規制緩和がなされておるということですで、個々のそういう事案については、本当に私どもにご相談をいただくとか、その用途の変更とかいう格好ではなしに、その中でいろんなあの形がありますんであの、特定行政庁、京都府産の建築主事あたりにもご相談をなされてあの、やっていただければなというふうに思っておりますす以上です小西財務室長。 えっとこの両党の否定に伴うその固定資産税の方の、えー、まあ対応というご質問でした。えー、固定資産税もこれでも多分が議員もご承知の通りあのそういう用途のその違いによって、えー、固定資産税の評価額を変えるということはないと思っております。でただ我々が今やっておりますのは今議員一つ触れられた土砂災害の レッドゾーンに入ると減免をするという手立てをこの27年度から対応していきたいという具合に思っております現時もシステムは改修をいたしまして今その方向でやっておるということですあとはもうあの税法に伴う、まあ、一般的な事柄を市税の方でもやっておるということであの、まあ、大きくはあの この用途の区域じゃ、あのその網掛けの種類に関係なく、えー、今は負担調整をやってますで、バブルでボンと上がって、税収確保を追いついてないというところで、えー、本来の税収にとその導くように、今、商業地も住宅業地も負担調整で今、合わしにかかっておるということと、あと、少し今議員もあの工場の関係も触れられましたが、えー、現在はあの半島振興法と、 こ過疎法で、えー、その工場いか、いわゆる製造業とか旅館業とか、まあ、そういう一定の業種に対するその減免と、えー、土地、建物、設備というところで、えー、減免措置を今、講じさせてもらっているということで、えー、ちょっとお答えとしてはあの用途の違いによる固定資産税の,その積算の仕方たは変えていないということでご理解をお願いいたします。 小林信明さん、まあ、あの今後ですね、えーとあの、自立循環型の、まあ、経済を目指すという格好で進められるんですので、あの一定のやっぱり、あのどう,うですかね、えー、とその地域が、まあ、あの地域の要はあの隔たりにならないような制度というのを作っていただくような格好で、まあ、整理をしていただきたいなということで、これは要望で終わらせていただきます。